第274回ですね。はい、274回の公開テストの結果見てみたいと思います。こんだけ来ましたか。はい、では行きます。結果は始まりました。こんにちは、チャンネル。さあ、今回はですね、結果やってきました。第何回ですか？忘れちゃいましたけど、第274回ですね。はい、274回のトイック公開テストの結果見てみたいと思います。どうなんだろうな。最近むずいしな。でも、そんな間違えたのは、8月のあんま感じなかったけどな。公式問題集、ボリューム8が載ってますね。今回実は公式問題集ってこういろいろね、形変、いろんな形つけてんだよね、これね。ボリューム1が四角で、2が三角、ひし形とか、なんかいろんなね、形、台形とか、雷があって、このにっこりみたいなのになってるんですよね。まあ今、トイックルートね、作ってるんで、武田塾イングリッシュね、いろんな出版社さんからね、本いただきまして、ありがとうございます。さあ、緊張する。はい、では行きます。結果は、これ985、マジか、また逃した。いや、マジで最近のトイックは取れん。これ前にさ、TikTok でこれ食べたらさ、不適切動画ってなったんだよね、口に入れたら。なんで危険な行為なんだ。飲み込んでるわけないじゃん。はい、ということで、粉々。ですが、アビリティーズメジャード気になったので、ちょっと今回は、はい、残してみました。アビリティーズメジャードが、とリースニングの方がこうなりましたね。はい。100、100、100、98、100、あ、2個ずつなんだ。へぇ、もう1問って感じですね。続いてリーディングが、はい、こんな感じです。100、100、97、96、100か。なるほどね。2問間違えたか、まあ、もしくは97と96ってなってるところが同じ問題が2つに関わってるんだったら、1問って感じですね。うわぁ、そうかぁ、きっと。ついな、取れないよ、最近のやつ。ちょっと難しくなりすぎじゃない？はい。ちょっとこのアビリティーズメジャードっていうのはね、あの、見方の動画出てますね、ちゃんとそこは。はい。皆さんチェックしておいてください。まあ本当に今は参考書いっぱい見てますんで、昨日もね、純駆動で1時間ぐらい見てましたんで、もうアルクからいっぱい送られてきましたよ。もう参考書。皆さん本当に武田塾イングリッシュのルートに入れてほしいって送ってきてくれればいいのに。本当思う。だって僕がその純駆動とかでさ、こうやって見ていって、そこに入ってなかったらもうルートに入る可能性はゼロなんですからね。でアルクさんからですね、こんだけ来ましたから、重っ。はい、あ、そう、全部送りましょうかって言われたんですけど、いや、さすがに全部はっつって、激戦したのでお願いしますって言ったんですね。小石優子さんのこれ初めて受けるで、これ純駆動にもありましたけど、あ、で、これ前にね、紹介したやつね。このゼロカラスのやつね。とか、リチャードじゃん。カナダのバンクーバーで教えてた方ですよね。日本行って。あ、はいはい。究極のゼミね。パート2&1なんですね。この順番が。あ、ゼロカラスコアの、あ、リスニング編だ。これね、欲しかった。お、ゼロから稼げる単語版もあるんだ。へぇ。はいはいはい。変則リスニングね。はいはいはい。天馬さんとかジョイさんとか書いてね、テッドさん書いてるやつね。あ、キクタン。はいはい。キクタン990。あ、鬼のリスニング34の方2ですね。あ、キクタン800。で、やたらと出る英単語ね。はいはい。知ってる知ってる。あ、究極の模試600プラス持ってる。もうこれでセミナーしてたし。で、こっちは思考の模試ね。はい。あーで、パート6、パート3、4。直前ね、ロバート・ヒルクの直前模試。懐かしい。昔のやつ持ってたな。で、まあ、知ってる人も多い直前の技術ですね。で、究極のゼミのパート7と。はい、これだけいただきました。いやー、アルクはやっぱシリーズすごいいっぱいあるからな。でも特急シリーズとアルクだけでいけんじゃねえのっていうね、ぐらいあるんですけど。まあいろいろ、自分で買ったりもしてるんで、この関先生のシリーズ。関先生が書いてるやつとかね。まあ一部は関先生のとこ行った時にもらったりはしてるんですけど。
そうそうですね、公式本もね、公式本出してるだけじゃなくてこういうのもありますからね、ちゃんと調べてルート作ります。他にもね、このいただきまして、基礎トレ、トイックエランドガールテスト、優しい英語で基礎トレーニング、そう、オープンゲートさんね、いっぱいくれました。出る単語だけ大特訓っていう英検のね、初めて見たんで、そう、こういうことなんですよ。初めて見るもの送っていただければこういうチャンスがあるわけ。書店で全く見たことなかったもん、これ。トフルテスト必須1200プラス買いました、僕自身で持ってますこれなんてこったって思いましたけどね、もう買っちゃったよ。これ IELTS のね、トレーニングブック、英単語と分野別 IELTS 単語、これね、こういう分野別の単語帳好きなんですよね、実はね。あと、そう、著者のね、小谷さんから IELTS ライティングと初めての IELTS 全パート総合対策ももらいましたからね。あー、で、この鈴木先生からもらいました、 TOEFL IBT テスト必修フレーズで、ね、トフルのね、単語帳はね、悩んでんですよ、すごいね。スピードマスターとか、東進ブックスもあるしね。で、まあ、昔から有名なのがね、この二つなんですよね。黄色と紫っていうので。で、自分がね、好きなのはね、これなんですよ。やっぱ分野別のやつがね、好きなんで、ハッカーズね、言い換えがね、すごいよく載ってるんだよね。これはね、あの、語源とか、語呂とかね、いろいろ載ってるんですよね。という感じで、今は参考書を見ながらですね、どれをルートに入れるかっていうのをすごい悩んでる段階です。まあ本当トイック難しくなってるんで、まあこれからどうするっていう感じなんですけど、はい、出版社の皆様まだお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってきてください。そして、まあ自分自身もね、ちょっと本は書こうと思ってるんですけど、いや、この難しくなったトイックどう戦うかね、ちょっと講師側も考えてやっていきたいと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ります。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。